白いキャットスーツとマスク全面にファスナーがある黒いラテックスのキャットスーツキャットスーツは全身を覆う体にフィットした作りをしたワンピースの衣装である。ライクラ、シフォン、スパンデックス、ラテックス、ベロアなどの伸縮性に富む素材のほか、革やポリエンカビニルといった伸縮性の少ない素材も使用される。衣装の着脱は全面、または 背面の線ファスナーを開閉して行う。キャットウーマンキャットスーツは1960年代から1990年代にかけてしばしば着用された衣装である。1970年代から1980年代にかけてはエアロビクスやディスコダンスで着用された。イギリスでは1980年頃にディスコ衣装として流行した。スピードスケート、ロブスレー。 スキー、自転車、体操といったスポーツ競技ではキャットスーツに似たユニタードと呼ばれる、それぞれのスポーツに応じてデザインされた衣装が着用される。また、スキューバダイビングで着用される、ウェットスーツやドライスーツ、水泳で問題視されて規制が強められた高速水着もキャットスーツに似た作りをしている。このか、テニスではセリーナ・ウィリアムズがキャットスーツを着て、 試合に臨む場面があった。キャットスーツという名称が付けられたのは1955年、ないし1960年頃とされる。詳しい由来は不明であるが、着用時に猫を連想させるようなセクシーなシルエットによるものだとする説がある。キャットスーツは映画、テレビ、ミュージックビデオ、コンピュータゲームなどの作品で多くの着用例が見られる。ありがとうございます。